とこを選んでくれた。私を厄災扱いしないで、誰にも死んでほしくない。じゃあこの内閣のために何をしたか立ち合わせる。私をこんな風に扱うの？私にもこんな結末を迎えてほしいのかしら。本当にそう思っているのなら受け入れるわ。